でん。なんだこれ。はい、どうもこんばんは、マーキリです。はい、ということで絶賛朝撮ってまーす。4月28日5時9分。はい、ということでめちゃめちゃ朝なんですけども、まあ本日というより明日からなんですけど、 TWICE YouTube オリジナルシリーズが配信されます。じゃん。いや、ここ数日ね、こうバンタンであったりニジプロであったり、こういろいろ紹介してましたけど、やっぱり私ワンショなんで。はい、ということで久々の TWICE 動画ということなんですけど、今日はちょっとしたもう紹介でございます。もう皆さんも知っての通り、最近もう TWICE が公式の方で上げてますけど、なんだっけ、 TWICE Save the Light だっけ。もう一人一人さ、毎日上がってるじゃん。12時になった瞬間こう上がるじゃん。もうももちゃんのなんて見ました？もう、もう飯の話ばっか。あの子もうライブの MC ですら飯の話しかしてないんですから、もう本当にそういうとこが好き。そんな感じでこうメンバーバーって出てるんですけど、今日28日、もうねこれ動画上がってる時にはもう終わってると思うんですけど、14時からもうこれ見ていただければ分かる通り、なんか配信が始まるんですよ。でこれなんか生配信でメンバーたちが直接世界中のメディアやファンの質問に答えてコミュニケーションをする時間を持つという風にね、こう記事で書いてるんですけど、まあそんな感じで今日行われるんですよ。っていうよりもうね、これも見てる時点でもう皆さんそれ見てると思うんですけど、まあ本当に29日明日の夜11時から全世界配信ということで YouTube Save the Light っていうのが始まるんですけど、まあこれですね、圧倒的に YouTube のプレミアム会員になってた方がいい。もう私はもうプレミアム会員ですから、もう余裕で見れるんですけど、どうなんだろう、これ記事見る感じ、第1話は29日夜11時から YouTube でベールを脱ぐ、ベールを脱ぐって言い方いいね、以降毎週水曜日の夜11時に順次最新エピソードをオープンされるみたいな。 YouTube のプレミアム会員は第1話が公開される29日に8つのエピソード全て見ることができるってなってるんですよ。だからもしかしたら YouTube プレミアムの会員になってなくても見れるかもしんないんですけど、でもまあ YouTube プレミアムになればいつでも8話どれでも見れるっていう風になってるんですよ。だから圧倒的に YouTube プレミアム会員になった方がいいっていう風な感じでございます。まあおそらく夜11時から順次最新エピソードを公開って言ってるんで、多分プレミア配信みたいになると思うんですよ。なんで11時ぴったりに待機して毎週水曜でこうって見なきゃいけないみたいな感じになると思うんですけど、まあ YouTube の良さってさ、いつでも好きな動画が見れるってとこじゃないですか。ってなったらやっぱりこの YouTube プレミアム会員になった方がいいんじゃないかって僕は思います。まあちょっと YouTube のプレミアム会員ってちょっと高いんですけど、でもやっぱり広告なく普通に見れるわけですよ。それはうちの動画でも、まあもちろんね、僕たち YouTuber なんでこう広告収入でお金を得てるわけなんですけど、まあそういうのが途中に入ったりとか冒頭に出たりとか、そういうのが一切なくなります。TWICE のそれも全部ちゃんと見れるって、何回でも見れるってなったら、もうそれはやっぱお得じゃないですか。なんでぜひとも、もうお金に余裕のある方はプレミアム会員になって見るのが、ゆったり見るっていうのが一番かなと僕は思います。まあそんな Save the Light、 まあどういう話かって言いますと、まあ去年の5月ソウルを筆頭にもうワールドツアーが始まったわけじゃないですか。でそれを追ってるみたいな感じの、まあドキュメンタリーインタビューみたいな感じでございます。で一人一人のなんかいろんなことがさ、もうあのワールドツアーでもいろいろあったじゃないですか。もうその期間中の話が聞けると、こんなもうワンスからしたらすごいいい話じゃないですか。めちゃくちゃいい話なんで、もうぜひともこれは僕ねすごい楽しみにしてるんですけど、まあこれもね、なんか見た感想とかも言ってみんなとねこう共有できたらなって思っておりますが、まあほんと僕もね楽しみにしているところでございます。まあこういうのって YouTube でちょこちょこあるんですよ。いろんなアーティストさんをこうインタビューっていうか、こうドキュメンタリーみたいな感じでしたりとか、まあバンタンとかもそうですよね。バンタンとかも過去に取り上げたりとか、で今回 TWICE K-POP ガールズグループでは初めてということで、もうさすがもうワールドワイドなアイドルでございますよ。うちのももちゃんワールドワイド知ってたけど、でもやっぱこういうの聞くとすごい嬉しいですよね。なんでぜひともこういうのをね、もう明日から楽しみにしたいなと思っております。もう僕もこの動画を爆速で編集して14時に間に合うように僕も頑張りたいと思います。はい、ということで本日はこういう感じで TWICE Save the Light の紹介というかね、もう楽しみだねっていうような感じの動画でした。ぜひ皆さんもね一緒に見て、もう僕もなんかそれを見た感想とかもねあげれたらなと思っておりますので、一緒に共感できるようにしておきましょう。ということで、まあこちらのコリアンドリーム、そしておしぴがしぴ T シャツ、明日から29
19日の20時から販売ですので、ぜひともお楽しみにしていただきなさい。まあこんな感じでね、アイドルじゃなくてもいろんなもの入れれますので、ぜひともそれぞれのおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで TWICE のセンスライト楽しみだよみたいなコメントだったりね、いろいろコメント待っております。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、じゃあね。前髪トゥルンってなってるな。どうもこんにちは、スタッフくんです。明日からシーズ・ザ・ライト始まりますね。まあ、僕は YouTube プレミアム会員じゃないんで、マーキリーさんのアカウントに入って勝手に見てやろうと思ってます。シーズ・ザ・ライト楽しみやなと思う人はチャンネル登録高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。